ワールドカップアジア最終予選に挑む代表招集メンバーがこちら。うおお、古橋ついに来たー。やっと古橋のこと呼んでくれたか。古橋はマジで代表にフィットしたら化け物になると思う。マイクママタかヘンリーなんとかっていうやつが抜けたのは良かった。今回もマイクは選ばれずか3バック以降で完全にポジションなくなったな。マイクマは今の代表にも合うと思うけどな。瀬古、橋岡よりは渡辺じゃね？去年からずっと思ってるんだけど、なんで渡辺剛招集しないの？谷口は頑張ってるけど、渡辺剛が呼ばれない意味がわからない。チェイス・アンリ呼べよ。アメリカってチェイス・アンリにどういうコンタクト取ってるんだろ。アメリカの CB ざっと見た感じ、さすがにアメリカもチェイス欲しそうだし。チェイス・アンリはガチでアメリカ代表入りしそう。長友はもういいでしょ。